ダル獲得です。青色に入ると終了です。ファーストチャレンジ、メダル獲得です。サテライト8、ジャックホットチャレンジです。ジャックホットチャレンジに挑戦中でないサテライトはいつも通りゲームにベットできますよ。空に浮かぶジャックホット抽選機に注目です。正面の LED が虹色の時にボールが穴に入ればジャックホットです。広がります。セカンドチャレンジ、ホットに近づいてきましたね。サードチャレンジ、
ダル獲得です。サテライト8、ジャックポットチャレンジです。ジャックポットチャレンジに挑戦中でないサテライトはいつも通りゲームにベットできますよ。空に浮かぶジャックポット抽選機に注目です。正面の LED が虹色の時にボールが穴に入ればジャックポットです。に入るのでしょうか。はい、サテライト8、ジャックポットチャレンジです。ジャックポットチャレンジに挑戦中でないサテライトはいつも通りゲームにベットできますよ。空に浮かぶジャックポット抽選機に注目です。正面の LED が虹色の時にボールが穴に入ればジャックポットです。黄色ならルーレットがパワーアップして再挑戦、青色に入ると終了です。ファーストチャレンジ。広がります。セカンドチャレンジ。
メダル獲得です。サテライト6ジャックポットチャレンジです。ジャックポットチャレンジに挑戦中でないサテライトはいつも通りゲームにベットできますよ。空に浮かぶジャックポット抽選機に注目です。正面の LED が虹色の時にボールが穴に入ればジャックポットです。
なる獲得です。ゲッツショータイム。サテライト6ジャックポットチャレンジです。ジャックポットチャレンジに挑戦中でのサテライトはいつも通りゲームにベットできますよ。空に浮かぶジャックポット抽選機に注目です。表面の色以外が虹色の時にボールが穴に入ればジャックポットです。獲得です。